はい。どうも、熊つばさです。えー、先生、村田製作所の凄まじい給料について語ります。村田製作所の平均年収は708万円とこですね。年度別の年収が、こちら、650万円から750万円ほどですかね。780万円ほど。はい。村田製作所とは、村田製作所は、と、トピックスカラー30の一社に選ばれている、京都府長岡市に本社がある、電子部品の製造や、 販売を行う企業で主力商品はセラミックスコンデンサでファンクショナルセラミックスをベースとしてベースとした、えー、と電子部品専業メーカーとしては世界トップクラスであるとのことですねその他にもセラミックフィルター高周波部品センサー部品も世界的に圧倒的なシェアを持っていて原材料から、えー、と一貫生産に特徴があり売上高の、えー、と約80%は 世界トップシェアの製品群によって占められているグローバル企業メーカーであるとのことですね。はいえー、と年齢別平均年収はこちらですね。20代が330万円から540万円ほど。30代が620万円から640万円ほど。40代が720万円から810万円ほど。えー、と50代が870万円から860万円ほど。60代が580万円ほどですね。 はい、今ねプレゼント企画やってますのでよければ近日の動画からご参加をお願いします。はい、終わります。